ハマサジ、リモニアムテッドリガナムは、イソマツカの植物の一つ。海岸の満潮時には海水に浸かる場所に生育する。硬い根の先端に厚いヘラ型の葉を多数つける。サジ型の破液年生ないし多年生の双本。主根は地中へ、まっすぐに伸び、その基部は硬くなる。茎はほとんど伸びず、多数の葉が、根性状に出て、ロゼット状になる。 葉はちょう円状ヘラ型で、長さ12から15センチメートル、先端は丸くなっており、基部は次第に狭まって傭兵へと続き、その部分はしばしば赤みを帯びる。葉質は厚く、円は滑らかで、表面には艶がある。葉は全体に無毛。花期は秋で、9から11月にわたる。葉の束の中心から緑色の家系を立て、 高さは30から60センチメートルになる。多数の枝を分け、それぞれの枝の先端に水上過剰をつけ、多数の花が並ぶ。法葉は楕円型で、長さ4ミリメートルほど緑色で、円は乾いた膜質となっており、先端は丸くなってその先端が小さく突き出している。花は正常の花一つと、一個の不熟の花がこの法葉に包まれているが、 その基部には2枚の膜質の照法用がある。上側の照法は楕円型で、長さ 4mm。下側のものは小さくて、長さ1から 1.5mm。額は筒状で、先端は5つの裂片となり、白くて乾いた膜質となっており、長さ 5mm。額の量には白く長い毛が生えている。果敢は額より少し長く、先端より深く5つに裂けている。 列辺は狭いヘラ状で、先端は少し凹んでおり、先端の方は黄色く、木部側は白い。おしべは5本で、めしべの下中は5列している。果実は防水型をしており、長さ2.5ミ、mm、リメートルほど。なお、このトガの花は、小数が一つにまとまっており、これをこぼとみなす場合もあるが、必ずしも常にそう扱うわけでもないようである。和名は、浜さじの意味であり、 海辺に生え、葉の形がサジ系であることによる、東アジアの温帯域に分布する。日本では、本州においては、太平洋岸では、宮城県、福島県と愛知県伊勢に、日本海側では、島根県と山口県に見られ、それに、四国、九州と南西諸島に分布がある。南限は、奄美大島とされているが、現状は不明とのこと。なお、初島には、 本種は取り上げられていない。国外では朝鮮半島南部から知られる。海岸に生育し、満潮時には葉が冠水する。内湾や湾岸の低質が、査定から、砂木の地域に出現するものであるが、低地よりは歴地を好む。時に岩礁海岸にも出てきて、特に溶岩海岸に見られる。一回繁殖型の多年草である。つまり大きく育つまでは花を出さず。 株が大きくなって初めて茎を伸ばして、果樹をつける。花が咲く頃には、根質状の葉は、枯れ、開花、結実の後に、株全体が枯れる。普通は2年から3年程度の寿命である。日本には、同族のものが4種ある。以下の2種は、特に1回繁殖型の多年生草本である点が共通し、果樹が三房状になる点で区別できる。他に、 ウコンイソマツエル、ライティーバリエーション、ライティと変編集のイソマツバリエーション、アーバスキアラムがあり、これらは小さいながらも木本であり、本種のようにロゼット状に葉をつけた位置の元の茎は木質化し、また分子もする。いわゆるスターチスエルシンテイトムは、和名を、花浜まさじと言い,い、やはり同族である。スターチスの名は、旧学名のスターチスに基づくもので、この種を含む、 複数種がこの名で栽培されている。葉を煮てから水にさらすことで食用に供する。環境省のレッドデータブックでは、純絶滅器具に指定されており、各府県別では、福島県以南、鹿児島県までの21の府県で何らかの指定を受けているほか、静岡県では絶滅とされている。本種の主たる、生育地である川口の塩ナス湿地が、 膨張工事や開発などによって減少が著しく、生育環境が大きく狭められている。以下、記載は、主として、牧野原著、p 8 4 0フラグマン、P201、長田 P165、長田 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 P165、佐竹ほか、P26、牧野、P480、中西、P66、大橋ほか編。 P82 佐竹他には本種の分布域として中国東北とあるが最近のものには見えない。長田 P165 中西 P66 大橋他編、P82 以下中西 P66 佐竹他には本種を越年層と記してあり、これは本種が2年で開花する例があることによるのかもしれない。他方で、牧の原では年草としてあり、 これは2年を超えて生存する例があることによるのだと思われる。以下、大橋保果編、P82 から83、フラグマン、P201 日本のレッドデータ検索システム2020年3月5日閲覧、長田 P165。ありがとうございます。